掃除道路の掃除をする人、店舗の床の掃除をする人機械を使って、店舗の床の拭き掃除をする人々フェンスのレンガ部分を洗い、その汚れを落とす人自室の床に電気掃除機をかける人掃除とは、吐いたり拭いたりすることによって、ゴミやシミなどの汚れを取り除くこと。清掃とも。基本的にははき、ゴミ取り、畑、モップ、雑巾。 ブラシなどを用いて行われてきた。現代では、電気掃除機も用いられているほか、ロボット掃除機も用いられることもある。公共エリア、例えば公共の道路、速攻や公共のゴミ置き場、公園全般なども掃除の対象となり、これは市町村が業者に発注して掃除が行われることが多いが、市民がボランティアで掃除を行っていることもある。 男女同権が高度に実現しているスウェーデンでは男女格差をなくし女性が仕事を持つことを容易にするために家の掃除を掃除業者に依頼するとその費用の半額を政府が負担してくれる制度になっている。そのおかげで各家庭でプロに定期的な掃除を依頼してプロの腕前で家の中を清潔に保つことが容易である。アメリカ合衆国や欧州各国の多くの学校では 業者や使用人により掃除が行われる。アメリカ合衆国では、用務員にあたるジャニターが、日常の校内清掃を行うことが多い。子供が、掃除用の薬剤や道具で事故を負った場合の、賠償責任の問題、掃除を行う要員の雇用機会の確保などが、理由である。ブラジルやオーストラリアでも掃除は、専門業者が行うのが、一般的である。 2021年時点、中国の学校には、児童、生徒が分け隔てなく、共同で掃除を行う習慣はない。世界的には少数であるが、学校の教室等の掃除を、児童や生徒が行う国がある。体操機姿で、学期末の大掃除をする日本の中学校の生徒たち、日本では、初等教育、中等教育の学校では教育の一環として、 一般的に行われる。台湾の小学校でも朝の時間帯に掃除の時間に上級生が登校して掃除を行っている例がある。21世紀になってから日本の学校での教室掃除がアラビア諸国などに知られるようになり、同地域の一部で教育の一環として行われるようになった。インドには日本式の教育を取り入れて、 掃除の時間がある学校もある。アメリカの企業では、清掃は基本的に清掃業者や清掃の専任者が行う。アメリカは契約社会であり、漠然と会社の従業員になるのではなく、あらかじめ具体的な職種が指定されて、雇用契約が結ばれるのであり、あらかじめ交わされる雇用契約書に、 ジョブディスクリプションなどとして行う職務がかなり具体的に列挙されており一般にそこには掃除などというジョブは書かれておらずその契約書に書かれていないことを従業員にさせては重大な契約違反であるからであるもしも経営者が従業員に対して契約書に書かれていないようなオフィス全体や工場全体の掃除に参加することを強要したら契約違反として 裁判を起こされても当然だとみなされている。ただし、デスクワークの従業員が自分専用のデスク上の軽い掃除程度は行うことは一般的である。だが、デスクワークの契約で雇用されている従業員が周囲の床の掃除機掛けやモップ掛けは基本的に行わないのである。法令上は事業者は日常を行う清掃のほか大掃除を 6月以内ごとに1回定期に統一的に行うこととされる。大企業においてはオフィスなどは基本的に外部の清掃業者が入り定期的に掃除を行っている。工場では生産ラインや工具の分解清掃は製造工程の品質維持を目的とするほかラインや工具の耐久性向上。 食品ラインなどにおける異物混入事故の予防や発見など通常、業務における効果を期待して従業員によって行われる。さらに、日本の工場では従業員教育の一環としても行われている面がある。その場合、未熟練作業者が品質に対する理解を深め、あるいはラインや製造工具、作業内容に対する知識を高めるための 研修効果が期待されている。徹底的に行う掃除を大掃除という。現代日本では特に年末に行うものを言う。一年分の汚れを除去し、新たな年に年紙を迎える準備をし、新年を新たな心持ちで始められるようにする意味がある。また、学校行事で、学期末などに一斉に行う掃除も大掃除と呼ばれる。 日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律には、第5条第3項に、建物の占有者は、建物内を全般には立つて清潔にするため、市町村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない、と定められている。同種子の条文は、1954年制定の旧、清掃法から存在し、1960年代頃までは、 実際に市町村が、地区ごとの大掃除の計画を立てることがあった。掃除用具の多機能化や、高機能化により、日頃から多くの場所を掃除できるようになったため、大晦日前の住宅街などでも、家族層での大掃除は少なくなり、大掃除をしない家庭も増えてきた。す,す払いとは、古くから続く日本の年中行事のことを指し、いわゆる大掃除のことである。現在でも、 神社仏閣においてはすす払いと称して、歳末の恒例行事となっている。仏像の掃除は、御身拭いとも呼ばれる。通常の放棄や叩きが届かない建物、仏像の高所は、先に笹の葉をつけるなどした、長さ数メートルの竹で清めることが多い。すす払いは、本来、旧暦の12月13日に行われていた。 これは都庭などの方向人が新年に里帰り、できるよう、旅路の時間を考慮して行われていたからである。江戸時代にはすす払いを終えると、冬場の重労働後の需要競争と長寿祈願を兼ねて、クジラシルが日本各地で食されたことが、数々の川柳や書物、物売りの記録から残されており、その習慣は広く、一般に普及していた。江戸時代の大掃除は、 押し入れの奥から出てきたり、襖の下張りなどに使われていたのを見つけたりした、浮世絵や瓦版をついつい読みふけてしまう、といった、和やかな一面もあり、商家では、すす払いが終わると誰かれ構わず胴上げを行うのが、習わしとなっていた。また、老人や病人、子供など掃除に参加しない者は、掃除を行っていない部屋に対比するか、外出して、 掃除の邪魔にならないようにしていた。コンピュータ関連では、不要なファイルの削除を指すこともある。ハリウッド映画のアクション映画などの脚本のセリフでは、悪党どもをまずゴミや世の汚れに例えておいて、正義の味方が悪党どもを殺してこの世から消し去ることを、しばしば清掃と例える。また社会派の映画でも、悪い権力者や、 政権内部で汚職などを行う連中を世の汚れに例えておいて、そういった連中の悪事を暴き逮捕、追放などすることを掃除と表現するセリフがしばしば登場する。部落では芝牛の処理も指す。大事船、BBC、ビヨンドザ Q2-5、ハウスウェーデンイズフィキシングザハウスワークジェンダーギャップ、ハット NHKBS、プレミアム、スーパーシュフ、 ザワールドスウェーデン掃除片付け機構2017年放送2021年12月9日再放送荒井マスミ羊とメイドの裏表イギリス文化における使用人のイメージによればイギリスでは宿舎学校でも自分たちの寝室を生徒が掃除することはないという AB 相談窓口担当者のための多文化ってこういうこと 公益財団法人愛知県国際交流協会。2020年12月5日閲覧。ABC、千里道風、第5号。高岡市。2020年12月5日閲覧。これが、日本の教育の魅力。こう持つ、中国人が日本に来たがるのも納得イコール中国。サーチナー2021年3月15日8時12分。教育事情報告。 台湾の小学生の生活。鳥取県。2020年12月5日閲覧。廃棄物の処理及び清掃に関する法律。総務省行政管理局。2020年5月25日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年5月25日閲覧。法律第72号。衆議院。2018年8月3日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2020年5月25日閲覧。霊、今利市広報。佐賀県今利市。P2、2020年5月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年5月25日閲覧。根ぼ家さん、極楽極楽福岡で、おんみぬぐやさひ新聞デジタル。小林茂げる。他編、ブラック使用後時点かしわ処1985年8月。 185ページ、ありがとうございます。